今回は三色同行について説明しますこちらも面前ではできるけれどほぼ100%泣きポンを使った手、まあ、方をするので泣きを説明した後に説明をしました3色同行と読みまして面前でも泣いていてもリアンハン泣いたらいい半下がるはありません 3色同行と呼びまして以前3色同順3つの色で同じ数字の並びを揃える123123123とか3色同順というのを説明しましたがそのポンバージョンです3つの色で同じ数字を3枚ずつ揃える面前でもよし泣いてもよしマンズの888ピンズの888ソーズの888 こんな感じで、えー、3つの色3色で、まあ、ポンですねポンまたは手配に3つどっちでもいいので3枚3枚3枚揃えるとちょっとこれこの手単ヤオも1 9 4配使ってないんで単ヤオもついちゃっていますマチ、えー、はリアンウーバンで論すると単ヤオ3色となります 三色同順と同じ呼び方なのでちょっと紛らわしいなと思うかもしれませんがもう見た目で三色同順なのか三色同行なのかが分かるので、えー、三色と言っても大丈夫です。えっと、これはかなり出にくい、出づらい出にくい見ることのない役と言われましてまず。 8を2つないた時点でみんながああ3色同行だと思っちゃうので8誰も切ってくれないですし、えー、こう真ん中の灰を真ん中の灰っていうのはまあこれ8なのでちょっと真ん中ではないんですが、えー、例えば3453とか4とか5とか6とか7とか真ん中の灰ってみんな使うので、えー、と自分が4枚中3枚を3つの色で持ってくるっていうのはちょっと。 難しいところがあります、まあ可能性があるとしたらみんながいらない1九自配3色同行でまあ可能性として出る可能性があればこういう1とか9とかみんなが使わないところ使いづらいところを 1> 1か9ですね。これが出やすいと言ったら出やすいですがまあこの役自体難易度が高いと難しいし出づらい割には点数も高くないのでまあ偶然役に近いものがあります。これは3つのようで1が3枚ずつあるので、まあ、3色ということになります。 もちろん面前でもでもきます。面前だと、えー、泣かないのであんこが3つ必然的にここで3あんこができていますでスッチーピンの延べたん、まあ、両方の短気待ちですねスッチーピンでロン面前でできれば、まあ、一番理想なんですが面前でできると必然的に3あんこが絶対つきますあんこが3つになるので ただほとんどの場合はポンを絡んで、まあ、作って皆さん作ると思いますもちろんこう3色の部分手をつけなくてもこれも3色成り立ちますまたは前回説明したように3あは鳴いていても鳴いていない部分で3あができていれば3あは役になるんでこれは3色3あで上がれます 三色の部分がいいててなくても大丈夫です。こういうふうに他を全く関係ないところを泣いていても3色はつきますこんな感じで3つの色で同じ数字を3枚ずつ揃える111111111 11 11 11とこの役を3色同行と言います非常に出づらい見ることの 少ない役です。こちらも泣きの泣きを使った役として説明しました。ありがとうございました。